どうも、どんどんです。今回はですね、スピードスケートで、なんか銀メダルを獲得した高木について、まあそれについてね、なんか依頼してと言いますね。そういうやつ、なんかすごくないとかさ、金取れとか言ってると言いましたね。そいつなんだっすね。やばいっすね、こういうやつ。やばいっすよ、こういうやつ。金でも強いからね。まず、まだね、オリンピック出る自体すごいからね。メダルなんてさ、そんな、取れないよ。本当に。金でも強いと思うよ。なんか金取れとか、そいつなんなんすね。やばいよ、こういうやつ。そういうやつ、本当に、許せませんね。じゃあ。